人の想念は向けられた対象にこびりつきます。例えば職場で見ながら、いい人と思われている人は、日々見ながらいい人という念がつき、なぜかその人がいい人と思えてしまうような感じになります。その人にいわばいい人霊界ができ、その人に会うとその霊界の影響を受け、いい人の印象を持ってしまうのでしょう。これとは逆に職場で見ながら、 嫌な奴と思われている人は日々皆から嫌な奴という念がつきなぜかその人が嫌な奴と思えてしまうような感じになりますその人に言わば嫌な奴霊界ができその人に会うとその霊界の影響を受け嫌な奴の印象を持ってしまうのでしょうこの場合のいい人は特に良くされたわけではないのになぜかいい印象をその人に持ってしまいます 逆にこの場合の嫌なやつは特に嫌嫌なななな目ににににあっったわけではいいいののののぜか悪い印象をその人に持ってしまいますこの場合の嫌なやつに対して皆は嫌いという第一印象からその人に接していくので心を開いて好意的に誰も近づかないのでハンディを最初から背負わされたような感じになりますこのことはその人が受ける想念の大きさに関係してきますので 一般人人より有名人の方がもっと関係していきますテレビに出ている有名タレントの方が一般人よりもその何倍何十倍何百倍も皆の想念の影響を受けるということです例えば美人で素敵なタレントがいるとしましょう多くの人からその人は美人だな素敵だなと思われその念がつき美人で素敵である霊界ができなぜかその人を見ただけで 美人だな素敵だなな素敵と思ってしまうのです。逆に世間から嫌われた有名人は多くの人からその人は嫌い不快腹立つムカつくと思われその念がつき、そういう霊界ができなぜかその人を見ただけでムカムカする虫図が走るのです伊勢神宮に行くとなぜか自然に感謝の気持ちが湧きます もちろんそこに本物のご心霊がいるからではありますがその地でこれまで多くの人が感謝の祈りを捧げたからでもあるでしょう。